沼田圭吾です。今日は僕がトラップのコツを教えます。これは自主練の映像です。そこで僕が意識をしているのは骨盤です。トラップをするときに足に力を入れすぎないことが重要で、骨盤を開くことを意識することで足の力が抜けます。力を抜くことでボールが止まり、次の動作もスムーズになります。あとは繰り返し練習することが重要です。やればやるほど上手くなります。どんな練習も意味や目的を持って練習することで上手くなると思います。みんな頑張ってください。